内科医竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄内科クリニック、河原と心の診療所、院長内科医竹雄と申します。この放送では色々、医療にまつわるちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開の場所をクエ皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、毎週金曜日は1週間の放送の振り返りと、怒涛のコメント返し、 やっていきたいと思いますけれども、今日振り返るのは、第937回ですね。混合診療、紅工事その後、電気の力で、塩味を。から、えー、っと、第942回ですね。推しの素晴らしさを語いたいのにやばいしか出てこない手表までの旅行層ですね。の振り返りコメント解消していきたいと思います。はい。まずは、第937回ですね。混合診療、紅工事その後、電気の力で、塩味を。 あ,あと、皮膚科オンライン診療もありましたね。はい。の、4つのニュースを取り上げさせていただいた回ですけれども、コメントが、えー、ゆかりんりんさん、もみじさん、あやままさん、あっちゃんさん、まるともさん、かんちゃんからいただいております。ありがとうございます。まずは、あやままさん、えー、うつ病の治療中でまだ復職できていませんが、あっという間に金曜になり、コメント返しになりますね。皮膚科勤務でしたが、皮膚科の先生の中にも得意分野があって、素晴らしい先生、研究熱心な先生もおられるし、 とてもあっさり見る先生もいて、いろいろなって思い、診察についていましたっていうことで、はい。あの実体験、コメントありがとうございます。まあこれ、皮膚科の先生に限らずですね、結構、まあいつも言ってますけどね、医者も人間なんで、あのいろんなキャラの先生いらっしゃいます。まあ、もちろんね、皮ごとにこう、結構ね、こうキャラの特性みたいなのがあったりするんですけれども、でもそれでもね、 あの、やっぱりか、カあの、ひ、その、カによっても、こう、人でだいぶ違った診療形態になることもあるので、はい。まあ、これは、まあ、やっぱり患者さんとのニーズのマッチングみたいなところとも関連しますけれども、やっぱり、まあ、すべてに、あの、たけてる先生っていうのは絶対いないんで、はい。そこら辺はね、ぜひ知っておいていただけたらなと思いますね。はい。ありがとうございます。えー、続きましてが、あっちゃんさん。 え、スプーンは高いですが、減塩食品、かっこサプリではなく、減塩調味料やお惣菜なども、それなりに高いので、やはり基本の味覚を変えられたらいいですね、っていうことで。はい、コメントありがとうございます。そうなんですね。このご紹介したスプーン、エレキソルトでしたっけえー、っと、1万、2万円弱ぐらいでしたよね。はい。だからこれちょっと ちょっと高いかなっていう気がしますよね。量産されたら、あれで、もうちょっと安くなるかもしれないですけども。はい。あとはやっぱり味覚はですね、やっぱり慣れもあるんで、この放送の中でも言いましたけれども、あの、入院、教育入院とかですね、慢性児童病の教育入院とかもやってると、あの、当然病院食塩分 6g にムに0円されてるんで、そこにね、味を慣れさせるっていうのも一つのこう、目的の一つなんですよね。はい。そういうのもありかなと思って見させていただきました。 はいえー、続きましてが、カンちゃん、えー、皮膚科のオンライン診療、専門医の先生はきっと画像だけでも判断できるのでしょうけど、それに加えて、鑑別すべきものや影響する要因の知識の豊富さも相まって正しい診断に結びつくのかなと思いました。エレキソルとスプーン すべての食事をこのスプーンでするのでなければ逆に濃い味に慣れてしまってこのスプーンを使わないものを実際に濃い味にしてしまいそうな。確かに。なので、やはりうさじになれていく方がいいんではなんて思ったりしました。洗い方とかメンテナンス方法は面倒でないのかなっていうことで。はい、そうですね。その辺も確かに気になりますし。まあ、やっぱり一番はね、でも価格気になりますよね。<laughs> ちょっともう少し安くなるのかなって思いますけども。はい。 あとは、あの、これ皮膚科のね、オンライン診療、ちょっと僕もね、あの、他のコメントとかもいただいていて、誤解を生んだかなと思って反省してるんですけれども、これ、えっと、皮膚科のね、オンライン診療は、問診も合わせて、問診とだから見た目で、実際にこう、触ったりせずに診断してるっていうことなんで、結構ね、やっぱり皮膚科はね、問診技術もね、重要なんで、はい。それも合わせての、 専門医の診断という、そういうふうにご理解いただけたらなというふうに思います。まあもちろんね、見た目大事なんですけども、はい。ただ、問診しないとね、わからないことも結構ありますからね。はい。っていうことで、あの、訂正いたします。訂正追加、はい、させていただきました。はい。それでは、えっと、続きましてが、第938回ですね。えー、一週間の放送の振り返りと、ドトのコメント返しですけれども、コメントが、うんと、もみじさん。 ゆかりんりんさん、あやままさん、えまるともさん、かんちゃん、キャスパーさんからいただいております。ありがとうございます。えー、まずは、もみさん、えー、コメント返し、ありがとうございます。お願いが一つ。リスナーさんのペンネームを全員、〇〇ちゃんと呼んでもらえませんかかっ内容に関係ねえですが、真面目です。男女問わず、メンバーシップの時でいいっす。一回でいいっす、っていうことで。これは、 こういうニーズあるんですかねちょっとニーズが高いかどうか、ちょっとわからないんですけれども。はい。検討したいと思います。ありがとうございます。で、あともう一つご提案もいただいていて、ゆかりんりんさん。えー、おはぺこだわん。えー、一週間の振り返りとドトのコメント返し、アンド、チャット読み返し、お疲れ様でした。えー、一つご提案です。くったらない提案ですよ。過去笑い。チャット読み返しタイムが終わった時に先生がきる瞬間は、マイクがオンなのでわかるんですが、着る前にドッカーンとか、 ガチャンってコメントもしくは、えぇ、ー、チマークですね。指の、のがあったら楽しいなと、かっこ笑い。くだらなすすぎて、却下されること99.9%。<laughs> 一般人の疑問やコメントが先生のお役に立てることは分かって嬉しかったです。恥ずかしがらず、これからも知らなかったことを正直にコメントしていこうと思いました。っていうことで、はい。コメントご提案ありがとうございます。いや、これはね、できるんじゃないですかね。これ今日から早速やっていきますかね。はい、と思いますし。あとはね、本当にね、あの、コメントはね、 僕も勉強になるんで、あの、じゃんじゃがコメント入れてください。あの、はい。あの、あとがのちょっと放送でも取り上げますけれども、本当にね、一言コメントでもいいですし、あの、結構ね、自分が分からないことは他の人も分かってないんで、はい。なので、あの、ぜひとも、はい。恥ずかしがらずにコメントいただけたら大変嬉しいです。はい。ありがとうございます。えー、っと、続きましてが、 これれまた読むかどうかどど、うあれですけどマルトさん、えー、ペンネームを丸友さん大好きにしたらそう読んでいただけるのかなとか妄想しております。医疲労感は学生の時に教科書に出てきて何これと思ったのは超最近の記憶です。えー、倦体はカップルの倦体期しか知らなかった真面目なパンダですということではい、コメントありがとうございます。まあ、確かにね、倦体も使わないですよね。全身倦体感ってまあ医学用語なんですけれども。倦怠 <laughs> カップルの検体期はちょっとどうかと思いますけど。はい。検体もね、まあ、まずそもそもこの漢字が難しいですしね。まあ、いい疲労感だったら扱いやすいんかなってわかりますけど。検体って何っていう感じにもなりますしね。はい。これは本当にそう思いました。はい。えー、続きましてが、キャスパーさん。えー、コメント返しありがとうございます。そして、い疲労感の質問の回答もありがとうございました。えー、いがつく言葉って他にも移動性、 起こりやすい療性ですね。あと、いい刺激性。刺激に反応しやすいいい刺激性というのもありますよね。えー、竹内先生から学んだことをよく医療者さんに話してます。私の普段の医療者さんたちのコミュニケーションにつながっています。いつも言うようなお話をありがとうございます。っていうことで。はい。コメント大変嬉しいです。ありがとうございます。そうなんですね。あの、いいなんたら性ってね、結構あるんですよね。はい。なので、はい。駅じゃなくていいっていうことを覚えていただけたらなと思います。はい。 ありがとうございました。続きましてが、第939、えー、回ですね。超難問。研究のアウトカム、結果の話っていうことで、えー。これは難問でしたね。あの、必修ゾーンだったんですけれども、あの、すごい割れたというか、引っかかれた方も結構いらっしゃって、あの、割れならにいい問題を選んだなと思ってるんですけれども、ただこの回ですね、多分難しすぎたのか、あんまり、あの、普段の8割か7割ぐらいしか聞かれていないっていう。はい。 タイトル付きは良くなかったかなはい。と思いますけれども。はい。でも、あの、非常に大事な話をさせていただきました。えっ、ー、と、コメントが、ゆかりんりんさん、あやままさん、もみじさん、えー、まるさん、めみーさんからいただいております。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、まずは、あ、これご質問も含んでますね。えっ、ー、と、あやままさん、えー、めっちゃ悩んで C にしたのですが、原因を探す。 研究なので、実際にはどのぐらいのペースで何の検査をしていきますかっていうことで。はい。あの、ご質問ありがとうございます。これはですね、えっと、だから観察研究なんで、あの、はい。まあ、基本的には、その、やったペースで見ていくっていう感じになるんですよね。だから、あの、例えば、まあ、これむしろね、どれぐらい前まで遡りますかっていう話になると思うんですけど、まあ、ちょっとね、これ話すると難しいんで、前向き研究と後ろ向き研究っていうのがあって、 はい。まあ、それによってもだいぶ話違うんですけれども、はい。でも、まあ、基本的には、まあ、人、そうですね。まあ、3ヶ月半年、1年とか、あと年単位で見ていくっていう、そんな感じになるかなと思うんですけど、さすがにね、日の単位で見ても、もうほとんど誤差範囲内しか動かないんで、こんなものは。はい。それはあんまり意味ないですけれども、まあ、月単位とか、えー、年単位で見ていくっていう、そんな感じになるかなというふうに思いますね。はい。ありがとうございます。 あで、まあ、これ人、えっと、人員機能の予防は、えー、まあ、基本的にはクレアチニンですね。クレアチニンと、それから算出される EGFR ですね。EGFR、クレアチニンっていうのに見ていくことが、まあ、一般的なので、まあ、それを見ていくことになるかなと思いますね。まあ、ただ、ちょっと高齢者の研究とかはね、ちょっと筋肉量がだいぶ違うんで、そういうクレアチンで判断されない場合には、シスタチン C っていうのを使う場合もありますけどね。より厳密にやる場合には。はい。っていうのはあります。はい。ということで、真面目に答えてしまいました。 ええと、続きましてが、うんと、あ、メイミーさん。はい、えー。真のアウトカムを見つける力をつけたいと思います。考え方を教えてくださってありがとうございます。っていう、あの、コメントをいただいております。こちらこそありがとうございます。そうなんですね。いや、この問題を取り上げた背景はね、一番最後にお話しさせていただきましたけれども、結構ね、やっぱりマーケティングとかですね、その広告系で、あの、全然真のアウトカムじゃないものをね、こう、 なんか広告でドカーンと出してるものとか結構あるんですね。それ全然意味ないやんとかいうのはね、ものすごい思うんですけれども。でもこの辺がね、やっぱりこうマーケティング戦略にね、あの、騙されるきっかけの一つになり得ると思うんで、まあそこのちょっと注意喚起の意味合いで今回の問題を取り上げさせていただきましたんで、はい。あの、本当に日頃の、こう、何気ない疑問というか、あの、これ本当に正しいのとかですね、この結果は意味あるのっていうのをね、あの、 ま、常に考えなくてもいいんですけど、まあ、時々考える習慣にしていただけたらな、というふうに思いました。はい。えっ、ー、と、続きましてが、第940回ですね。えっ、ー、と、過敏性腸症候群の患者、家族向け一押し資料ということで、はい。あの、消化器病学会から出ている患者さんとご家族のための過敏性腸症候群、IBS ガイド2023をご紹介させていただいた回ですけれども、 えっと、コメントが、ゆかりんりんさん、もみじさん、えー、あっちゃんさん、あやままさん、まるともさんからいただいております。ありがとうございます。えー、まずは、ゆかりんりんさん、おはっぷこだわん、えー、IBS の患者さんって結構多いのですね。実は友人が IBS だったり、えー、以前の職場の同僚も IBS の人がいたりして、症状を聞いた時には大変だなと思っておりました、えー。今日の資料を友達にも紹介しておこうと思います。 もちろん私もファイルに保存。えー、IBS に便秘型があったとは、確かにストレスによって腸が壁になっていたら、便秘したり下痢したりしそうですもんね。意外に私も IBS だったりして。いや,いやいや、自己診断はしてませんよ。てか、そもそも何も調子が、調子が悪いわけではないです。ということで。はい。コメントありがとうございます。いや、そうなんですね。IBS の方って本当に多いんで、10%ぐらいいらっしゃるんで、あの、 隠れ IBS 的な方はね、結構いらっしゃるんですよね、実は。はい。しかも、えっ、ー、と、この下痢、まあ、コメントにもね、いただいてますように、下痢のイメージがね、強いですけれども、実は便秘型とかもあったりするんで、まあ、これちょっとね、IBS の便秘型と、あと、機能性便秘っていうのもあって、まあ、それもね、ちょっと、あの、似て非なるもんなんですけれども、はい。だなので、まあ、結局ね、あの、診断は病院に受診しましょうっていう、それに尽きるんですけどね。はい。はい、ありがとうございます。 えっと、続きましてが、あ,あっちゃんさん、えー。お薬を飲んだらすぐに治ると思いたいですが、IBS は焦らないことも大切なのですね、っていうことではい。あの、コメントありがとうございます。これ本当に大事です。これ IBS に限らずですけどね、多くの心身症はね、その、1日2日で治るっていうことは基本ないんで、あの、 ちょっとじっくり構えて直していきましょうかっていうスタンスで、患者さんにも説明することが多いですね。というか逆にね、焦るとね、余計にその焦りで症状悪くなったりするんで、そういうの悪循環に陥ることもあったりしますからね。はい。なので、はい。まあ、焦らず、はい。やっていきましょうっていう説明は結構しますね。はい。はい。ありがとうございます。えー、っと、続きましてが、えー、っと、第941回。 ですね。はい、えー。不適切な診療行為を防ぐ方法、患者側にもできることっていうことで、えー、これですね。まあ、あの、ちょっと温めてたものも一つなんですけれども、えー、と、名古屋大学病院で起こった診断の、まあ見逃しというか、まあ、診断の遅れですね。はい。それの、報告書を取り上げさせていただいた回ですね。これ非常にね、勉強になる回だったんで、あの、ぜひ、まだ聞いておられない方聞いていただけたらと思うんですけれども、えー、コメントが、 ゆかりんりんさん、もみじさん、あやままさん、えー、まるたまさんからいただいております。ありがとうございます。えーと、まずは、もみじさん、えー、アーカイブ配聴過去連日、聞いていて、父のことを思い出してました。ええー、父は毎年の人間ドックで肺がん見つかり、臓器だったので,手で、手術だけで、手術だけで完治しましたが、その主治医が、あ昨年の検診の、 画像にも見る人が見れば、かすかに映っていたかもしれないね、と言いました、えー。確認はできませんでしたが、今は検査結果が渡されることが一般になりましたが、検えー、血液検査結果も含めてどのぐらいの人が見ているか、えー、患者もチェックする意義は大きいですが、素人がどこまで気づける,づけるかは想定できます。えー、患者は医師を信頼してお任せしますという人が大半、疑問に思っても口に出さない人も、これが現実かも、我らが TKO48 は違いますが、ということで、はい、コメントありがとうございます。 いや、この辺ね、難しいんですよね。これね、あの、以前も、あの、前友さんとのコラボの中でも言いましたけど、行為は名医っていう言葉があってね、これ、後から考えたらこの時の画像はみたいなことって、ね、ものすごいいっぱいあるんですよね。これあんまりね、知られてないかもしれないですけれども、それはその時にわかるかなぐらい、みたいなのはね、ものすごいいっぱいあるんで、これ別に画像検査に限らずですけれども、例えば、何でもいいですけど、まあ最近私がちょっと診断したので、あの、 はい。まあ、実はね、半年ぐらい前からその兆候はね、後々見返すとあるんですけれども、でもその段階でね、これをやってるのはまあ無理かなっていう感じのことってね、本当にあの多くあります。だから、なんかね、やっぱり患者さんからするとね、あの時に見つかっていればみたいなのって結構あると思うんですけれども、実際にはね、あの、時間とか経過を見ていかないとわかんないことってのは本当にいっぱいありますので、そこはね、知っておいていただけたらなと思いますね。はい。はい。ありがとうございます。 えっと、続きましてが、丸玉さん、患、え、者、ー、力を高めるのが大切なことは言うまでもありませんが、これは難しかったと思います。特に画像系は数字データと違い難易度が高いと思います。えー、明大あ、名古屋大学ですね、がうやむやにあ、うやむやにせず真摯に対応されたのはせめてもの救いかなと思いましたっていう。はい、コメントありがとうございます。まあ、放送の中でも言いましたけどね、あの、名古屋大学はね、非常にこう、医療安全ではね、 あの、全国的にもかなり最先端に行ってる病院なんで、あの、この報告書も含めてね、非常に参考になったかなというふうに思います。あとはね、これちょっと画像系、いや、僕個人的にはね、数値の方がね、難しいんじゃないかなと思って、これね、画像はね、今、放射線からね、初見とかを渡してくれるところもあるじゃないですか。まあ、これ渡すのがね、いいかどうか議論っていうのもあるんですけれども、そうするとね、そこに、まあ、画像のこう解説、 解説っていうか、あの、放射線科の読影の先生がね、読まれた初見がね、必ず書いてあるんですよね。で、まあ、その初見の内容がね、難しいっていうのは、あの、使ってる言葉とかですね、難しいっていうのはあるかもしれないですけれども、放射線科の先生によってはですね、えー、例えば半年後に画像をフォローしてくださいみたいなのをね、あの、 ちゃんと書く先生とかもいらっしゃるんですね。そうすると、まあ、それが、まあまあ、今回のケースとかもそうですけれども、あの、まあ、言ってる内容分からなくても、あ、次こういうアクションを起こしたらいいんだみたいな、分かる場合もありますし、逆にね、数値データだけだとね、あの、まあ、これ AI を持ってしてもですね、あの、意味分からないっていうか、どれがどういう意味を持っているのかって、逆にね、患者さん、というか、非医療者には難しいんじゃないかなと思って、 うん。まあ、どちらにしてもちょっとまあ、難易度は高いんですけれども、でも、あの、少なくとも自分の、こう、検査データとかですね、あと、そう、飲んでる薬もね、結構理解されてるない方かなり多いんで、その辺をね、自分でこう、説明できるようにしておくていうのはね、あの、ちょっとトライしていただいた方がいいんじゃないかなと思いました。はい。ありがとうございます。はい。で、えー、続きましてが、あ、続きましてがですね、えっ、ー、と、第、 942回ですね、えー。推しの素晴らしさを語りたいのにやばいしか出てこない書評ということで、えー、宮城加保さんの書籍をご紹介させていただきましたけれども、これがですね、過去最多のコメント数になりました。今現時点で、この時点で、えー、30コメントいただいておりますね。はい。すべてのコメントちょっとお読みできないんで申し訳ないんですけれども、まずコメントいただいた方が、えー、成田さん、ゆかりんりんさん、もみじさん、えー、あやままさん、まるっともんさん、 ちゃんさん、みやこさん、ええー、かんちゃん、キャスパーさん、まるさん、とまさん、えー、みほさん、てみさん、ゆえごさん、たださん、かすみさん、からいただいております。はい、ありがとうございます。普段コメントいただけない方からも、非常に多くのコメントいただいてますね。ありがとうございます。で、これね、一番乗りだったのは、成田さん、もう即いただきましたね。これね、あの後で過去。 後で後でと今日に至ります。すぐに書かないとやっぱりダメですね。的確なご指摘ありがとうございました。ということで。はい。あの、非常に即行動ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、続きましてが、うん子と、宮さん。 はい。皆さん、推し、臓器が普通にあることが面白くて笑ってしまいました。アウトプット大事ですよね。理解したつもりになっていても感想が書けなかったり、わからないから質問したいのに、何を質問したいのかまとまらなかったり、アウトプットするときに自分の理解でも測れるなと。この作者さんはまさに、なぜ働いているのがつんどくになっていましたが、推し幅も読んでみたいですっていうことで。はい。コメントありがとうございます。つんどく溜まっていきますよね。僕もつんどく超溜まってるんですけれども。はい。 でも、本当にね、アウトプット大事なんで、あの、本当に質問あの、もう何回も言いますけど、ね、質問すると思って聞くのとね、あの、全然、あの、なんていうか、もう受け身的に聞いてるのではね、雲泥の差なんで、はい。と思いました。はい。えー、続きましてが、あ、かんちゃん、えー、やばい、考えさせられた、泣ける。はい。いただいております。ありがとうございます。あ <laughs> はい。ちゃんとした感想は X にいただきましたね。ありがとうございます。はい。 まあやばいだけでもいいんですけどね。全然。はい。えー、続きまして、キャスパーさん。えーっと、私は普段、小児科薬剤師さんと仲良くさせてもらっています、えー。そんな薬剤師さんへの愛はちゃんと言葉にしてます。伝えないと伝わりませんから。だから全然やばくないです。笑いっていうことで。はい、ありがとうございます。そうですね。ちゃんと、あの、本当に言葉にするって非常に大事ですからね。はい、ありがとうございます。えー、続きましてが、あ、丸さん。やばい。ありがとうございます。はい。 シンプルなコメント。はい。えー、続きまして。トマさん。いつもコメントをするする詐欺で申し訳ありません。アウトプット大事ですよね。お勉強します。かっこジャパネット竹雄でポチりました。興味津々っていうことで。はい、ありがとうございます。津々ポイント進展いたします。えー、っと、続きましてが。宮本さん。おじ先生のご勘くださいに、やばいは、ウケピッピーですっていうことで。ご勘ください、そんな面白かったですかね。はい。<laughs> はい、ありがとうございます。 ええと、続きまして、ティミさん、推し活するなんて今までの自分からは考えられない、ん考えられなかったですが、かな。えー、もっか、推し活生活中、推しの臓器なんて考えたことなかったですが、私は皮膚です。あ、これが弱くて毎度手をかけなければならず、大事な愛おしいやばいやつです。っていうことで、はい、コメントありがとうございます。いや、皮膚もね、皮膚ね、すごい、すごいんですよ。<laughs> はい、皮膚について語るとちょっとまた、あ、皮膚、 そうですね。はい。まあ、あの、皮膚、また、おいおい話したいと思います。はい。<laughs> ありがとうございます。えー、続きましてが、うえいごさん、激ヤバ、控えめに行って最高ですっていうコメントで、ありがとうございます。はい。えー、続きまして、えー、社会福祉のタ田さん、えー、面白そうな書籍の紹介、ありがとうございます。読んでみたいと思いますっていうことで、はい。ぜひ、読んでいただいて、ご感想をまた、スタイフで聞かせていただけたらと思います。はい。で、最後、かすみさんですね、えー、髪、尊い、チョベリグ 若い方はわからないかもしれないっていうことで。はい。あの、コメントありがとうございます。ちょべり具とか、ちょべり場とかありましたね。そういえばね。はい。そういうの。はい。時代を感じます。時代を感じるコメントありがとうございました。はい。ということで、ちょっとこれ30コメント全ては読み切れないんで、また、あの、おめでとうしいただけたらと思います。はい。ということで、本当に、ね、あの、まあ、最後にも言いましたけれども、アウトプット大事なんで、あの、質問でも感想でも何でもいいので、一言でもいいので、コメントいただけたら大変嬉しく思います。 はい。では、最後、心身じゃんけんに行きたいと思います。はい。心身じゃんけん、じゃんけん。チョキということで、今日も幸せな一日でありますように、お相手は第一回の竹江でした。興味々、シン